ジャンバティスト・フレデリック・イジドール・トゥーツ、シールマンスは、ベルギーのハーモニカ奏者及びギタリスト、口笛奏者。シールマンス男爵の称号を持つベルギー貴族である。ブリュッセル出身。日本の CM にも出演しており、ハーモニカおじさんの愛称で知られ、ビル・エヴァンス、ニール・スペデルセン、ジャコ・パストリアスといった巨匠たちとの名演も繰り広げた。トゥーツというニックネームは、ミュージシャンの トゥーツ・マンデロとトゥーツ・コマーラタに由来している。3歳の頃からアコーディオンの演奏をするようになり、その後は趣味としてハーモニカの演奏も始めたことが後のハーモニカ奏者になる危険にもなっている。10代の頃にはギターを弾くようになり、第二次世界大戦時のドイツ軍占領時期にはジャズの虜となってジャンゴ・ラインハルトに憧れ。 チャーリー・パーカーの音楽からも影響を受けるようになった。1940年代にギタリストとして音楽活動を開始したが、ハーモニカの方が評判となった。その頃のステージングスタイルはギターを弾きながら、肩からかけたハーモニカホルダーのハーモニカを吹くといったスタイルだった。トゥーツの最初の国際的な演奏は1950年に、 ベニー・グッドマンのヨーロッパコンサートツアーに参加した時で、この後トゥーツはアメリカへ移住することとなり、本格的にジャズへの道を歩むようになる。ビートルズのジョン・レノンは、ビートルズ、デビュー前ハンブルク人形公演中の1959年に、現地クラブへ出演していた、ジョージ・シェアリング・クイーンフェットでのトゥーツの演奏を見て、影響を受け、そのスタイルに憧れ、トゥーツが当時使っていた、 リッケンバッカーのショートスケールモデルとハーモニカに系統し、自身もトゥーツと同様にショートスケール型のリッケンバッカーモデル325とハーモニカを使うようになった。ジョン・レノンのリッケンバッカーももともとアルダー材の木材を使った1958年型ナチュラルフィニッシュの3ピックアップモデルだったが、レコードデビュー直前の1962年9月にはジェットブラックへ塗り替えられ、 ボリュームとトーンコントロールのノブが変えられてビートルズ時代に使っていて有名な姿へと変わっている。そしてビートルズデビュー後もしばらくはリッケンバッカーとハーモニカがジョン・レノンのトレードマークになっていてトゥーツの影響はこういった形でジョンにリスペクトされていた。1952年トゥーツはアメリカへ移住し活動の拠点をジャズの本場アメリカへと移行した。 アメリカでの初期の仕事はペンシルベニア州フィラデルフィアでのチャーリー・パーカー・オールスターズのメンバーとしてだった。ついにトゥーツは彼がリスペクトしていたチャーリーとの演奏の機会を得ることができた。そして他にはジョージ・シェアリング・クイーンテットなどへも参加していた。1962年にはブルーゼットを作曲、そしてトゥーツ独特なスタイルである。 口笛とギターの一人ユニゾンという演奏方法も使うようになった。次第に様々なアーティストと一緒にコンサートツアーやレコーディングに行うようになり、ジョージ・シアリング以降も、エラ・フィッツ・ジェラルド、クイン・シー・ジョーンズ、ビル・エヴァンス、ジャコ・パストリアス、ナタリー・コール、パッド・メセニー、ポール・サイモン、ビリー・ジョエルなど、ジャズだけではなく幅広く活動し、ポピュラー音楽や CM 音楽、 テレビ番組セサミストリートでのハーモニカソロなど多岐にわたるようになった。ビル・エヴァンスの1978年にリリースされたアフィニティではデュオで演奏されている。1980年代にはモダンジャズ以外にもフュージョンや R&B など様々なトップアーティストと共演が増えた時期でもあった。クインシー・ジョーンズとのレコーディングでは様々な演奏を聴かせ、 特に1981年リリースのアルバムザ・デュードではトゥーツご自慢の口笛とギターの一人ユニゾン奏法でクインシーの楽曲へ繊細で心地よいサウンドを披露している。そして同年リリースのジャコパストリアスのワード・オブ・マウスにも参加していてビッグバンドとの共演やカバー曲ビートルズのブラックバードでのトゥーツは歯切れ良いハーモニカサウンドで貢献している。 その後、ジャコのワード・オブ・マウス・ビッグ・バンドでのオーレックス・ジャズ・フェスティバル1982への参加や、ジャコとのヨーロッパツアーなどを行っていて、1980年代、半ばは、ジャコとのレコーディングや、コンサートツアーなどが目立った。1983年には、ビリー・ジョエルのアルバム、イノセント・マンに参加し、夜空のモーメントという曲でハーモニカを演奏している。 日本人アーティストの作品においても、レベッカが1989年にリリースしたアルバム、ブロンドサウルスのニューヨークでのオーバーダビングセッションに参加し、リトルガーリンという曲でハーモニカを演奏している。また、南の陽子のアルバム、グローバル、久保田としのぶのアルバム、ボンガワンが収録の、ラブアンダーザムーンなどにもハーモニカ奏者として参加している。 1992年から1993年にかけてブラジル音楽をテーマとした連作ザ・ブラジルプロジェクトザ・ブラジルプロジェクトボリューム2を発表2作ともブラジルの代表的ミュージシャンがゲスト参加している1998年にフレンチフレーバーのアルバムシェトゥーツをリリースしゲストボーカリストにはジョニー・マティス、シャーリー・ホーン ダイアナ・クラールらが参加し、売れ行きも好調だった。2014年3月12日、シールマンスは今後のコンサートの予定をキャンセルし、音楽活動からの引退を発表した。2016年8月22日、怪我のため入院していたベルギーの病院で老衰のため死去。94歳没。ありがとうございます。